近い心理学。それではラジオネーム猫さん、ありがとうございます。あ、猫さん、ありがとうございます。にゃー、岩野さん、青木さん、こんばんは。どうもこんばんは。こんばんは。私は猫ですが、路線バーに乗ることがあります。そうなの。あれだっけ、なんか映画でありましたね、路線バスとか、ね、猫バスじゃなくて耳を澄ませばとか、なんかあった。あー、バロンか。あー、そうですね。ふと気づいたのですが、バスの右側に座る人が多いと感じました。これは人間の心理と何か関係あるのか知りたいです。にゃにゃだもんな、それ右か、路線バス右か、それあれじゃないですか、ドアが左側にあるからじゃないですか。あー、なるほどですね。うん、多分バスの出入り口が遠いから右側に座ってるのかなと思いますけどね。あ、遠い、入り口から遠い方に座るって。そう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 、そっちの方が一面バーっとこう椅子になっててさ。なるほど。だからあれか、単純に視界に入るところに座ってるからか、入り口が左についてて、乗ったら右側の方が空いてるよう、空いてる場所を探すんだ、人間の方が自動的に。多分そうだと思って、男性用のトイレも入り口から遠い方から、埋まるんですよ。うん、だから多分同じ原理なんだと思うんですよね。確かに一番手前って行かないですね。だから2番目とか3番目とか行くけど、一番手前って四角になってるからなかなか行かないですね。そう。で、女性は確かに一番奥まで行かずに手前の方がトイレ埋まりやすいらしいんですよ。男性の場合は一番奥の方が埋まることが多いので。だって男性ってさ、歩いてって一番手前の入るとさ、奥に曲がんなきゃないじゃないですか、そこで急角度で。なんかその行動が多分しにくいでしょうね、人間。うん、多分そういう構造的なもんだと思う。それだ、人間工学的にそうだ。始まり、これは心理学者っぽいだろう。確かに当てましたね。当てちゃったよ、猫さん。あと、なんかあれじゃなかったっけ、なんか人間がハンドル切るときに左に切りがちとか、なんかそういうのとかもなかったでしたっけ、確か。あ、そうそうだ。運転手がなんか自分の方じゃない方にハンドル切りがちだからみたいなのもあったような気がするけど、そう、人間って右利きの人が多いので、だからそれでこう、まあ、特に日本の場合、左路線だからこう、ね、左に曲げちゃうんでしょうね。うん、なんかそういうのありましたよね。今さ、交通学博士だから、なんかそういうの結構詳しいんじゃないですか。交通学博士になった覚えは今まで一回もないよ。そうか。でもなんか車の運転の心理学の話とか、なんか昔してたから。ああ、それはね、喋らされたから。なんかね、あ、そうなんだ。資格があるんですよ、その企業の中で。企業の車運転するでしょ、あれ、うん、会社の中でその安全運転講習っていうのを受けた人がいないとダメなんですよね、うん、でそれが年更新だから、そこの研修を俺4年間か5年間やってたんですよ、講師として。いや、だからやっぱり交通学博士みたいなんですよね、本当に。調べてよ、渋滞の仕方とかさ、たくさんさ。なんかそれ今度話してほしいですけど、ね、なんかね。あ、いいよ、渋滞になる運転の仕方とか喋れるから。うん、楽しみだもんね。それ今度なんかライブかなんかで喋ろうか。やってください、ぜひ。はい、猫さんもその時はお便りよろしく。にゃバチコイ心理学。今日も YouTube 動画ご視聴ありがとうございます。我々はラジオで情報発信をしています。概要欄の Google フォームから我々のお便りをお送りください。そちらをラジオの方で紹介したいと思います。